はい、それでは、はかけですね。はこぼれ、はかけっていうか、はこぼれ。同じか。削るまで、まっすぐこう、当ててきます。これたくさんやればやるほど、まあ、たくさんこぼれればこぼれるほど刃の台形になった部分が増えるんで、後で研ぐの大変なんですけど、やっぱりダイヤ砥石あるとそこは思い切ってできます。普通の荒砥だとやっぱり掘れてしまって、やる気がなくなってしまうんですよね。で、やる気なくなっちゃうのが一番ダメかなと。仕事でやってられっしゃる方だったら、それはもうお仕事ですので、そういうことにとらわれずにやってかれると思うんですけど、まあ、趣味の延長ですね、の中で、毎日仕事から帰ってきた後で、別な仕事をした後で、いや、今日研ぐの嫌だなーなんて思い始めたら、それは趣味の危機なんで、楽しく続けるために、本職さんだったらもうそんなもの用意してられないよっていうようなものでも、まあ、趣味をいいことに、ものを揃えるのもまた楽しみのうちなんで。まあ、というわけでダイヤ砥石なんですけど。でもこんな感じで削っていくんですけど、比較的刀削カーブだと、刃がこう、刃線がこういう感じ、もうちょっとこう反り上がったこう刃線にした方がなんか好きかなーなんていう気がしてきたので、ちょっとそういうふうに削るのも含めて、刃かけ取っていきたいと思います。これちょっと一旦、じゃあ作業するので止めます。はい、それでは作業を終了しました。で、刃こぼれ取れたかどうかって、横からこう、このラインで、こういうふうに見るんじゃなくて、こういうふうに、この方向で見てやると、刃こぼれが取れてると、銀色の線がまっすぐ見えます。取れてないところがあると、こういうふうにへこんだ状態で、線が途切れた状態に見えるんで、ああ、まだかということがわかるので、そうやって確認します。では次の工程の準備します。